こしものって知ってますか？大津のですね、郷土のお菓子で、ひな祭りの時にお供えする米で作ったお菓子です。今日ここでですね、明徳の藤根コミュニティセンターで、おこしもの作りを行われているので、ちょっと訪ねてみたいと思います。これがおこしものです。はい、木の型に入れて、で蒸して、これをかけて。たまり醤油。あ、たまり醤油。美味しいです。